皆さんは大阪から名古屋移動するとき何を使うでしょうか？新幹線でしょうか？車でしょうか？ここではですね、そのような皆さんに向けて近鉄特急火の鳥はいかがでしょうかという提案をさせていただきたいと思います。やはり公共交通機関で行くなら新幹線が一強というこの時代において、大阪難波から近鉄名古屋にかけて近鉄はこの火の鳥という特急を走らせています。今回はこちらの火の鳥の最上級クラスであるプレミアムシートに乗車してきましたので、そちらの様子を皆さんにお伝えできればなと思います。こちらの特急火の鳥ですが、鉄道オタクでなくてもかっこいいなと思わせる、そんな風貌をしておりますが、大阪難波から名古屋にかけて、走らせております。今回は全区間乗車してきましたのでですね、まずは車内のご案内からさせていただきたいと思います。皆さんにねレビューしていきますが、こちらがプレミアムシート、そして最前列をね予約して取れましたので、こちらのね座席を紹介します。まずは座席の横にこのような机が収納されておりまして、これをね折りたたみされてるんですけれども、広げて使うというそんなサイドテーブル的な存在があります。これはですね、まあちょっと詰めないようにね、手を詰めないように気をつけてくださいと書いてあったんですけれども、まあ最初のうちはね、丁寧にしておくのがベストかなと思います。そして最前列なのでね、前の方の席もない、非常にね足が伸ばせて楽でした。これがねプレミアムシートに乗ってる僕ですけれども、非常に快適でしたね。まずこの火の鳥は大阪難波を出発しますと大阪上本町に停まります。今は大阪上本町なんですけれども、その次は鶴橋ということでご案内が出ました。はい、鶴橋に到着すると次はですね通ということで、鶴橋通名古屋だけなんですね、停車駅はこの後で、こちらが鶴橋の駅ですが、ここからもねよく人が乗ってきましたね。はい、そして鶴橋を出発いたしました。あ、今からですねこの火の鳥の車窓のご案内とかもさせていただきたいというふうに思いますけれども、まあ、なかなかね僕自身もその火の鳥初めて乗ったし、この近鉄のね、線路に乗ってですねこう名古屋に向かうってことは初めてですので、なかなか解説という解説ができないかもしれないんですけれどもね、よろしくお願いいたします。このプレミアムシートという火の鳥の一番最上級のグレードの車両はですね、まあ、一番前の車両とそれから一番後ろの車両に連結されていますので、一番前の車両の一番前の席を取るとですね、まあ、全面展望ができるということで、この柿の外しなんかもね駅弁買ってまいりましてですね、全面展望の景色を眺めながらいただきたいというふうに思います。この柿の外しはね奈良名物の弁当なんですけれどもね、この近鉄も奈良走ってますからね、せっかくなのでということで、僕自身ねこの柿の外し初めて食べたんですけれども、非常に美味しかったですね。醤油とかも何もついてないんですけど、それだけでも味わえるぐらいね十分味付けがされておりまして、非常にね気持ち悪い顔しながら食べてるんですけどもね、申し訳ないです。めちゃくちゃ美味しいってことはね伝えたいと思いますが、さっきまで箸で食べてたんですけれどもね、この葉っぱがねくるんでありますので、この葉っぱをまあそのハンバーガーのね包み紙みたいな感じで手に受けてですね食べるのが一番食べやすいかなと、そういう風に思いましたね。箸だとどうしてもねなんかその上の魚だけが取れちゃったりとかで、なかなか難しいところがあったんですけども、まあおにぎりのラップみたいな感じ、うん、ハンバーガーの包み紙って先にねなんか最低の例え、その柿の外しから一番かけ離れた例えをしてしまって申し訳なかったんですけども、結局ねやっぱ柿の外しは箸で食べるんじゃなくて手で食べるのがね一番最強だよってことをねお伝えできればなというふうに思うんですが、いや結局箸で食べてるんかいっていうね動画が流れてしまいました。非常にね申し訳ないことをしましたね。はい、でこちらがですねプレミアムシートの後ろについておりますコーヒーマシンと、それから自動販売機ですね、お菓子とか近鉄火の鳥のグッズなんかも売っておりましたね。でこちらコインロッカーではなくて、IC カードみたいなのをねかざすと、まあ、無料なんですけれどもロッカーを使うことができたりとか、こちら洗面台なんですけども、これ近鉄特急名物らしいです、おしぼりということで、このおしぼりも非常にね拭き心地が良かったですね、良かったです。はい、でこちらなんかあの車両にねついておりました、このなんか展望スペースみたいな共用ラウンジみたいな感じなんですけれども、この火の鳥も非常に豪華、うん、もうこれなんか乗ってるだけでですね生活の質が上がったような気がしましたね。でまあせっかくなので僕もねコーヒーマシーンでねちょっと入れてみようかということなんですけども、コーヒー200円ってちょっとまあいいかなと思ったんで、このお湯フリーって書いてあったんでね、お湯を入れてみることにしました。このねカップを使ってですね、まあ、飲むという経験、これもしてみたいなということで、まあ、コーヒーでなくてもですねお湯で無料でできますのでね、これはぜひともね皆さんやっていて、お湯をやっていただければなというか、まあ、皆さんはコーヒー入れていただいた方がいいと思うんですけれども、まあ、僕はちょっとお湯でやってみました。これはね映えを意識したそんな動画なんですけれども、やっぱりねこの近鉄火の鳥のラッピングがされたこのカップで飲むだけでですね、非常になんかムサスキもね生活の質が上がったような気がするって言ったんですけども、なんかただ新幹線でねなんか移動するよりも近鉄特急火の鳥でね移動した方がなんかねちょっと優越感というか満足感がですね高いなと、それだけでねやっぱ近鉄のおもてなし力というかですね、まあ、それは非常にね受けましたね。はい、でこのようにカーブとかもね全面展望だったら分かりやすくですね、この見ることができて、このカーブをね
その曲がったと思えばですね、こう先に見えてますのはトンネルということでですね、これ奈良とか三重にね続くもう山地山々をですね、このトンネルを貫いて走っていく様子っていうのが非常にかっこよかったですね。はい。まあでも大体の景色はですね、まあ大阪を出たらこんな感じの、まあ田畑というか、まあ田舎のね、そんな感じの景色だったので、まあ昼間にね、この晴れた天気でね、見ることができてよかったんですけれども、まあ、夜とかだったらちょっと暗いんかなというふうにはね、思いましたけども、まあこの近鉄火の鳥で、この全面展望でね、この田畑の景色を見るというのは、田畑が輝いて見えましたね。これはもう普通のね、電車に乗って見るんじゃなくてですね、火の鳥に乗って見るからこそのね、感じだったんですけど、これもうすぐ通だったんですけれども、このね、車内にね、持ち込んだこのお菓子、アルフォートとかじゃがりことかをですね、食べて、こう非常にもう駅弁も食べてお菓子も食べてで本当にホットコーヒー飲んでたら100点だったんですけど、お湯で申し訳ないお湯で申し訳ないなってで通を出たらね、この四日市もねかなり三重では大きな町だと思うんですけれども、通過します。はい。まあ四日市のまあそんな感じの煙突、工場の煙突なんかもね、奥に見えたりとかしながら、うん、本来は、四日市もね非常に大きな駅なんですけども、通過してしまうというね、この火の鳥のね、まあ、停車駅の少なさというのもねお伝えできればなというふうに思うんですけれども、もうすぐね、もう通を出たら名古屋ですから、名古屋が近づいてきたなと、そんな風な雰囲気がちょっとしてきますね。街がだんだんできてくる感じというか、やっぱ奈良はですね、非常に山々でした。非常に山々だったと思うんですけれども、これはどこの駅でしょうか。まあなんかね、駅には止まるっちゃ止まるんですけれども、お客さんの出入りはないみたいなね、そんな感じの営業停車って言うんでしたっけ。まあそういうなんか、車掌さんの交代とかしてたんですかね。そんなんがありましたね。で、次は終点名古屋ということで、もういよいよ、名古屋でもう降りないといけないってことで、まあ、ちょっと寂しい気持ちもありつつ、まあ2時間のね、乗車だったんですけれども、あっという間でしたね。本当に短いなと、うん、もったいないですね。この大阪難波から名古屋しか、うん、乗れないっていうのがね、非常にもったいないなと思ったんですけれども、このね見どころがまだありまして、この木曽三川と言われてるね、岐阜県流れてる川なんですけれども、まあ、岐阜県流れてるというか、まあ、名古屋かな、うん、岐阜県はここまだ走ってないと思うんですけど、近鉄はこれ木曽三川という揖斐川をねまず渡って、次に長良川を渡って、そして木曽川を渡ると名古屋に入るということで、そうですね、東海道新幹線だったらね岐阜を通るんですけれども、近鉄特急はね三重側から行ってますので、これは木曽三川でも岐阜はね通ってないところだと思うんですが、そう三重にね流れてるんですね。岐阜からこう三重にね流れてる川だと思うんですけど、岐阜から三重そして名古屋にかけてですね流れてる川って言った方が正しいかな、よくわからないですけども、その木曽三川っていうね川があるんだよってことをねちょっと知っていただけるとですね、名古屋までの道っていうのもねより楽しくなるんじゃないかと思います。本当にねこの川幅っていうのが非常に広くてですね、僕も実はね通から名古屋まで歩いてみたっていう、この近鉄特急火の鳥がねまるでその走ってる区間をですね歩いたことがあるんですけども、その時もね真夜中にこの木曽三川を渡ったことがあってですね、徒歩で非常にそれは怖かったのを覚えています。やっぱ川がね、もう真っ暗ですから夜は飲み込まれそうになるんですね。で橋なんかが崩れるともう終わるわけですから、非常にビビりながらね歩いたことを覚えてるんですけれども、そんな川もですねこの文明の力、そして近鉄特急火の鳥の豪華な車両をですね、眺めることができまして、これ最後庄内川ね、これを渡りますとですね名古屋に到着ということで、ここはもう名古屋市に入りましたね。はい。さっきも愛知県だったんかな、庄内川の前までも愛知県だったと思うんですけども、まあもうすぐ名古屋ですね、もう名古屋市に入ったんでですね、名古屋ということで、11時に乗車してですね13時5分に到着の便だったんですけれども、便って言ったら飛行機になっちゃうかな、まあこんな感じで毎時00分、うん、11時そして11時半12時みたいな感じで30分間隔でね火の鳥は出ておりますのでですね、まあ、非常に全席指定ですけれども、前々にね予約しておれば乗れると思いますので、ぜひとも皆さんに乗っていただきたい。そして、名古屋ね JR 東海とかの大きなビルとかも見えながら、やっぱ名古屋ね、日本で第3の都市やなと、大阪第2の都市から第3の都市に移動してきた、そしてこんな車両に乗ってました、こんな座席、非常にねリクライニングとかもねこれし放題なんですよ、実はね非常に快適なね車両に乗って大阪から名古屋を移動することができました。皆さんも旅行やビジネスの際にぜひご利用ください。ご視聴ありがとうございました。突然ですが宣伝です。私ジエンですね、各音楽サイトにてオリジナルソングを配信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。